佐々木正信は、日本の元プロ野球審判員。NPB 審判員袖番号は38。東都大学野球連盟審判員。群馬県館林市出身。館林市立第一小学校。館林市立第一中学校。群馬県立館林高等学校。大谷大学卒業。小学校時代は剣道をやっていたが、 高校に入ってから本格的に野球を始めたという。実家は浄土新州の寺で、佐々木自身は長男でもあり、実質的には寺の後継者であったため、仏教を学ぶべく、大谷大学文学部新州学科へ入学。父親からは、大学卒業して実家へ帰るまでは、好きなことをやって良いと言われたので、大谷大学でも公式野球部に入部した。 大谷大学時代は一塁種、外野種で、プレイ、刑事大学野球リーグ公式戦に出場し、大学2年の時には、リーグ優勝も経験し、3年秋のリーグでは、外野種で、ベストナインも受賞している。佐々木は、大学卒業時には、社会人野球のチームに入ろうかと思っているうちに、刑事大学野球連盟の審判を指導していた、プロ野球審判 OB から、 プロ野球の審判員のテストを受験してみればと、勧められた。本人は合格すると思わずにテストを受けたところ、合格したことで、プロ野球審判となった。1992年、セントラルリーグ審判員。審判員袖番号は38。1995年5月5日の、阪神タイガース対広島東洋カープ4回戦において三塁塁審として、デビュー。 引退した2020年シーズン終了時点で2414試合出場。オールスターゲーム4回、日本シリーズ6回の出場。若くして1000試合出場を達成。また、2006年に審判員奨励賞を受賞している。2009年10月11日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ、対中日ドラゴンズで三類類進を務めた佐々木は、 3から2と中日が1点リードしている7回裏1、C1 塁の場面で、ジェイミー・レントナが放った、レフトポール際への大飛球を、ホームランと判定し、4から3とヤクルトが逆転に成功した。しかし、中日の監督の落合博光が、スコアボードで流れた VTR を見て、ファウルだと17分間にわたって、猛抗議を行った。審判団が協議をしたが、判定は、 ホームランのまま覆ることはなかった。落合は5分以上の講義をし、選手を引き上げさせるなどしたため、遅延行為を理由に退場処分を受け、試合もそのままヤクルトが勝った。休審を務める際、2012年シーズンまでは、ヘルメットと一体化したマスクを使用していたが、翌2013年からは従来タイプに戻った。休審時のストライクコールや立ち振る舞いが独特である。 この独特な立ち振る舞いが話題だった頃、東京ドームの試合で球審を務めた際に、コール時に両手でゲッツのような格好をすることから、当時巨人ベンチにいた清原和弘と元木大輔に真似をされ、右手でという仕草をしたというやりとりの映像が、当時放送されていたプロ野球チプレイー,ープレーで紹介されたことがある。2013年より、クルーチーフに承認。 2014年シーズンより、ストライクコール時の立ち振る舞いが大きく変わっている。2016年5月17日、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ9回戦にて二塁塁進を務め、史上64人目の通算2000試合出場を達成した。上述のように実家は新州大谷派の寺であり、佐々木自身も僧侶の資格を持っている。 プロ野球のシーズンオフには、立林へ帰省して、実家の寺の手伝いをしている。2020年シーズンをもって、NPB 審判を引退し、前述の実家の寺を継ぐ。最後の出場試合は2020年11月4日に、メットライフドームで行われた埼玉西武ライオンズ、対北海道日本ハムファイターズ最終戦の三類類進だった。また、 クルーチーフの役職を維持したままで引退した審判員は佐々木が初めてである。2021年より住職の傍ら、とと大学野球連盟の審判員も務める。ありがとうございます。